はい、世界一キラーレイシャーの格闘道場、ご視聴の皆さんこんにちは、うつみんです。こんにちは、今日もお集まりいただきましてありがとうございます。これまでは対談しかやってなくてですね、誰も格闘やってねえじゃんと、いうふうに文句言われそうな、まだそんな動画しか出してないんですけど今日は、はい、ここでですね練習してる、風景を、動画に撮って、まあ、こんな感じでやってますということで、まあ、視聴してもらうっていうか、まあ、おっさんこれぐらい頑張ってますよっていうまあ示すような感じで、まあ、後半はあのスパーリングをして、まあ、今日全然終わりじゃないんでね、これからあの、まあ、メガネ田中さんもね、次回はやっていきますから。極真空手、極真空手、空手ね、やってらっしゃる極真空手やってる、ものすごい腕やからね、そうですよ、うん、元々ボディービルダーのチャンピオンやったから。あ、もともとそうなんですか。昨日あったけど、なんかさらになんかあの腕が太くなってました。何になりたい、40超えて何になりたいんだろう。乗ってらしい、乗ってらしい。そう、この前もね、以前もやったんですけど、これからこの前からどれぐらい2人が強くなってるかっていう。あ、1回やったんですか。1回昔やった。そうですね、遊びに行って1年前ぐらい。そう、まだでももうその頃からが週2で勤めてて、はい、もうバキバキの体でハマってはったから、あれは、そうそう、強なってると思いますね。負けないように頑張らないと。大丈夫です、はい、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、今日はじゃあまずミット打ちと、はい、いうことで、はい、はい、神田さんよろしくお願いします。なんかコツとかありますか。はい、まあ、神田さんで、ミット打ちのコツっていうのはその、まあ、僕が現役の時にやってた練習を全部やってもらおうと思うのと、はい、だからカウンターの取り方もミットでちょっと覚えてもらうのと、はい、で、まあ、前内海さんが僕は絶対蹴りはしないとおっしゃってたので、逆に僕はもう絶対蹴ってもらおうと思います。ハイキックとか俺蹴らないよ、硬いしさ、足短いしさ、自分だけ蹴るとダメですそうやっていきましょう。ミドルぐらいは蹴れるようになるから、もっとこうその戦い方が多彩になるので、できますって見といてください。じゃあ頑張りたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。そしたら、日拳式のストレッチから、はい、前屈です。あ、膝が痛い。はい。引いて構えそのまま後ろ足でしっかり体重を乗せて引いたまま反撃します。スウェーして打つね。はい、じゃあちょっと短縮して5回ずついきましょうか。はい、1、2、はい、次は横身でしたね。相手のパンチを上受けで自分の体を横にさばいて、そのまま戻しながら相手を打ちます。いきますか。いきます、はい、軽くまず鳴らしでワンツーですね。まあ最初右構えを、はい、こっちからいきますね。もう斜めで打ってですね。はい、はい、いきましょう。ツー、うん、構えて、おう、はい、突き抜ける感じで、そうそう、殴るというよりはやりがつく感じ、
そうです、グー。オッケー。おー、まだまだ。さあ、打った頭を構えて。おー、ナイス。クイッ。はい。さあ、もっといけます。もっとついて。さあ、ナイス。今のいいです。ナイス。大きい大きい。細かいでもいきます。さあ、体を、軸を使って。さあ、もう一回。ナイス。大きい。ラストです。そうです。めっちゃいいっすね。今の練習よりも。え？どう？めっちゃいいっすね。このまま軸、そのまま足腰で、このまま顎からもそのままシュンと持っていけば相手は分からないです。僕はだから宇都宮さんいつもカウンタリングが来るときにここが動くので分かりやすい。今のうちに癖直せば。あんじゃね、思い切らなくても8分ぐらいでこの綺麗に出せば。十分 KO になりますんで、次はワン、ツー、スリーですね。ゆっくりパンで返す。そうそう、ワン、ツー、スリー、返す。これ武器にしてほしいんですね。はい、そう、おっきょき、細かくおっきょき、ね、はい、見て見て、はい、 OK、 そう、振り抜いて、そう、今のバッター、そう、ラスト、オッケー。向こうからボバーってしまうんで、このままこっから顎いといて返す感じですね。そう、回るときそうそうそう、キューッで腰回るんで、だからこう鏡で見ながら こっからこう打ってるんで、でこのこっから一応落とす感じでパンパンと、なら分からなくワンツースになると思います。4つですね、はい、このままワン、ツー、スリー、フォー、4つ目でポイント取りましょう。はい、そう、腰で腰で、はい、そう、もう一回、そう、はい、そう、いいですよ、きれいきれいきれい、はい、そう、もう一回、リズムリズム、そう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 、そう、自分で入ってきます、そう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 、そう、そう、今のがいい、はい、そうそう、はい、もう一回、ラスト、オッケー、滑るから俺が痛い、滑ってますね、滑る、はい、次は、まあ、まだ早いんですけども、はい、カメラ用にコンビネーション最初はこう構えてるでしょ、はい、で自分で入ってきてワン、もう一回もう一回ワン、ワン、ツー、俺が打つから避けて、でカウンターでバーン、あの下ろし打ち、これも体につ染みつけるんですよ、上のワンワンツー避けて、そう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 、頭かしこくからすぐできますね、これパンパンパン、ふい、そう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 、ふい、ワンワンツー、そうそう、もっとで体だけやと押された時にこけるんで、いいだけステップでゆっくりいきますよ、ワンワンツーで避けて、でそうそう、はい、行きます、ワンワンツー、ふい、そう、見て見て、ワンワンツー、ふい、そう、ふい、ワンワンツー、ふい、ナイス、今のよかった、ワンワンツー、ふい、そう、もっと脇締めて、そう、今のいい、ふい、ワンワンツー、ふい、そう、よく見てよく見て、ふい、ふい、ふい、ナイス、今のよかった、ワンワンツー、ふい、そう、ラスト3回、ワンワンツー、ふい、はい、もう一回、はい、ワンチュー、はい、そう、ラスト、ワンチュー、はい、ナイス、ロシアンフックですよね、あれ効くよ、まだまともにもらってないけど、勝っただけで怖いね、この使えた時に最後、スタミナつけるね、パンチ、僕らはパンチングマラソンなんですけど、はい、僕は下がっていくんで、自分で追っかけながらワンツーを、とにかくワンツーワンツー、はい、そう、最初は片道しかしませんので、はい、片道、そう、慣れてきたら OK です、はい、はい、押していけばいいのね、そう、自分で、はい、ワンツー、はい、ワンツー、もっともっと、はい、もっと構えて構えて、綺麗に、そう、もう一回、あ、下落ちる、拳が落ちる落ちる、まだまだ、そう、腰で、まだまだ、はい、まだまだ、まだまだ、まだまだ、次はサウスポーの構えで、
まずはパンチングミット。ワンツーですね、まずね。はい、ワンツーから。はい、ワンツー。ワンツー。ワンツー。顎から下ろす感じで。ワキ上げて、右そう。足腰使って。そう。ワンツー。もうちょっと。超。うまい。ワンツー。いいでしょ。うまい。よっしゃ。はい、ラスト5発いきましょう。ワンツー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 。ラスト。もうちょ。あ、もうちょ。オッケーです。やっぱ右利きなんで右の方が強いですね。はい、じゃあ次ワンツースリーと。はい、行きます。ああ、こうなってるから。こうからです。くせくせ。落ちるな。そう、振るときにこう、ね、ここに置いておくんですよ。で、このままこの軸を使ってバーンと振り抜く感じ。そう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 。まだ落ちます。そう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 。そうです。いい、きれいきれい。めっちゃいい。ああ、重くなってきた。もういい。基準。はい。おじさん。はい。はい。そう。あ、いい。はい。グーグー。はい。きれいになった、きれいになった。次は。ラストで、アウトのワンツースリーフォーですね。はい。パン、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 ね。はい。よっ。遅そう。はい。あ、はい。あら、手打ち、手打ち。腰腰腰赤手打ち手打ち腰腰腰回すはい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 ラストはいだまだまだまだ手打ちなのでもっと腰を使いましょう軸を使うイメージでいやー50万円きついな俺いやこれ僕は元気じゃないこれでもつけたのでそうそう実践も身につくしコンビネーションも体につきながら、うん、結構ねでも経験されたと思うんですけど連打してる時ってもう無酸素無呼吸なので、うん、この練習をしとかないと、うん、あの心肺機能も強くならないし、うん、いざって時にね体が動かないので結構酸欠状態で戦うので、うん、メガコちゃんが低酸素運動をずっともうかなりメカニカルされてるんで戦いみたいなそうそうむっちゃ科学的な練習してるはずそうですよヘモグロビンの話からうわ面白いあれ難しいこういうバスケじゃん低酸素運動を走ったりもうドラゴンの世界うちはロッキーでいきましょう、ね、こんなの面白いないやちょうど宇都宮さんロッキーっぽいしちょうどそれで行きましょう雪山でね丸太とかそう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 たりロッキー4のね、はい、次回から生卵いつも持ってきますよ先生用にこれ次難しいよなワンワンツーこうやってこうだもんな左のこの下ろし打ちを難しいもうちょっと右ばっか使ってるから難しいそうですね難しい難しい確かにこう下ろすのをちょっとこの辺からも下ろす感じですね打ち下ろすって感じそうあーこうだこうですねあそうだもうちょっと脇締めてそう体ごと持っていく方がいいと思う脇締めるそうもうちょっと体ごと持っていく感じそう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 これはもともと日系の技でこういうふうに下ろし打ちってあるんですよこう起きてこのままグワンそれを宇都宮さん風に改良してこれええと思いますよみたいなこの辺からガンと打ち下ろす感じですねあの体使って振り回す背が低いから上からこく有効ってやってワンワンでワンワンで受け避けてそう下ろすはいじゃあお願いしますパン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 お願いしますはいパンパン受けてそう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 きれいきれいに、まあ重き殴らんでいいので形を身につけましょう。パンパンパン。そう、いい。リバリエス、グル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 。こんな感じ。ラスト、3回。ラスト2。はい、ラストです。はい、ナイス。あ、ここで？もうここで。先生、先生。はい。
マツ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 今度はこれはパンチとキックと両方入れます。はい、どんどん方なんですね。ワンツーまずは緑の。緑で今から蹴り。そう。来た。体の中でも重要やけども、うつ病の好きなおっぱい系の異念を出すことでも足上げるっていう習慣をつけないと体が一致しないのでやっていきましょう。できるだけ一回蹴るだけ。いいですよ。もうこう蹴ってるんで軸足が回るようにそうほら力がかかるんですよそうそう体重も乗りますし振り切りそう手を振り切ってそうクイーン当てるというよりは僕を突き抜くそう斧で切り裂くつもりでどんどん軸足を回りますそう今の先生膝蹴りうまいっすねそう膝蹴りとかも全然使えるそうくるっと回すだけそっからくるっと回すだけですよそうほらあそうそう今もう真っ直角に入ったから一番効くのよそう今のでは行きましょうかいけるちょっと待ってもうちょっと蹴ってみますそうねそう足が上がられたそう OK さっきみたいに膝蹴りからこうやればそうほらきれいそれで振り切るんですよそう何回かそうやってこける方がいいんですよほんまにほんまに取っといてくださいでも本当に結構こけますよこけるこける軸足がちゃんとできるまではこけますそう僕も何回もこけたし試合で一回こけたし転がって場外に逃げたけどそう、うん、軸足ですよ軸足使える人はもうありがとうございますで、これは先みたいにワン、ツー打ってで、僕が開くんで、そのまま蹴るそうはいで、ツー、フィーいいです、やっぱり何回も蹴りましょういい、いい繰り返さないとこんなの恥でも何でもないのでいい、フィー、フィーそう、いいですそう、いいですよ、よろしくそう、構えてそう、フィーおー、いいっすよラスト2回2 3ラスト2 1ラストー何が難しいですかいや僕足が硬いから上がらないのでそっからしんどい硬いね自分の意思で足を上げるようにしとかないとこう無理やりこう引っ張られて柔らかくしても実は使えないので自分で無理でも上げるようにしていけば二年って大事なんですよね二年と筋肉を一致させるちょっと名前くんのお手本は蹴りのお手本このままでいいですこのままでほんだらこんな感じです、うん、よし、うんうん、いいねナイスうん。シュッ。うん。うわ、怖っ。つけた。ラスト。ナイス。全体だからベールを隠してるんですよ。大会出たらこんなのと戦うんですよ。こんなレベルが出てこない。大丈夫。まあ、40、35以上とか40以上とかですね。その中でも上の方なんだな上の方でもないのか50歳人いますよあのシュートボクシングおったよねいつもアマチュアであもう今50いくつのななんか侍みたいな髪型でいつも名物出てきて負けんねんけどその出ることに意義があるみたいな、はい、こっちの指示通りに打ちますワンツーではワンツーワンツースリーではワンツースリーワンツーキックではワンツーでキックもうその言われた時そのままサッと反射できるように練習ですね。よし、行きましょう。ちょっと短いバージョンで行きますから、はい、一気に行きましょう。はい、ナワンツー、ナワンツー、ナワンツーキック、はい、構えて、ナワンツースリー、
あ、待って、もう一回、はい、もう一回、もう一回、そう、もう一回、もう一回、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンワンツー、そう、もう一回ワンワンツー、そう、もう一回ワンワンツー、そう、ワンツー、ワンツーシフォー、そう、もう一回ワンツーシフォー、ワンツー、ワンツー、クッ、ワンツー。クッワンツーワンワンツー下がってあ、間違ってワンワンツーワンワンツーはいパンパンあ、もう一回ワンワンツーあ、もう一回ワンワンツーラストまたワンワンツーワンワンツーワンワンツーいや、待ってラッシュコシ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 諦めない諦めないはいはいオッケーああ違ったはい、世界一嫌われ者の一問一答一問一答シリーズは、はい、皆さんにいただいたコメント欄からの質問なんかに、医者として、簡単に、お答えできればと思います。なんかまあ学生さんとかね、お子さんの質問なんかを意識して拾っていきたいなと思いますけれども、今回の質問はこれ運動はどれくらいすればいいのかっていう風な、はい、感じなんですけれどもですねまあ、個人的にはね運動ははい、大事なものだというふうに思います。動物なんだからさ、はい、大事だというふうには思うんですけど、医学的にだけ言うとね、運動のしすぎはね、健康にとっては、はい、悪いということがあり、まあそれは世界中でいろいろ証明されているところがあるんですよね。はい、やっぱね、あのハードな運動をしているプロスポーツ選手とか部屋死にしやすいということがあるので、特にそういう選手とか気をつけなきゃいけないんだけどね、あんまそういう選手に限って守ってないというか意識してないのかなというところがあります。体を酸化させてね、実は傷つけているというところがあり、注意してくださいと。あとね、ウォーキングはですね、まあ、やらないよりはいいと思います。はい、歩くのはね、もう電車乗ったりとタクシー乗るよりいいけれども、実はウォーキングは、あの、動物とか運動としては足りません。はい、筋肉増強にもそこまで役には立ちません。はい、っていうことがありますので、ウォーキングよりも少し上のレベルっていうのかな、はい、っていう風な運動をね、もう今一般人の人だったら毎日じゃなくていいので、なんか好きなことでいいからね、やってもらうっていうのを意識するのが現代人としては大事じゃないかなと、まあ、そんなことで私も、最近は、スパーリングとかをやってるということですね。まあそんな感じでいろいろ答えていきたいと思いますので、今後ともご視聴よろしくお願いします。